はい、皆さんこんにちは。やばい、何か起こった。どうしたらええねん。英語を完全に忘れてちゃったよ。英語の言葉を必死に思い出そうしたが、日本語だけしか出てこない。例えばハンバーガー、サラリーマン、 OL、 ブラインドタッチ、シャープペンシル、マンション、エアコン、ペン。あ、実はペンという言葉は英語でもペンと言いますね。日本語と同じ。これからまだ上手じゃないけど日本語だけを使わなきゃ。やけど不思議やね。なんでか関西弁話せれば変やな。よっしゃ、今決めた。これから YouTube の動画は全部日本語だけでアップするで。もちろん英語字幕をつけますよ。字幕は私にできるだろうか。誰か英語字幕をつけてくれないか。そして今回のこの動画は最後の尺八レッスンです。これまで私の YouTube チャンネルにすでにたくさん尺八についての動画をアップしました。英語を忘れてしまったけど英語での尺八の動画をたくさんアップしてからどうぞご覧になってください。今日のテーマはこちら。尺八を勉強のために一番重要なことは何でしょうか。一番重要なこととは自然とつながることです。結びですね。アドバイスは外で尺八吹いてみてください。あなたの奏でる音色と風の音、鳥の音、水の音などを感じながら吹いてみてください。あなたの友達や家族のために尺八を吹いて一緒に学ぶ経験を楽しんでください。さあ、これから私は少し演奏します。もしよかったら私の尺八演奏を楽しんでください。これまでいろんな尺八のレッスンのビデオをアップしてきました。これで尺八のレッスンの動画は一旦終わりにしたいと思います。これからもよろしくお願いいたします。